LR 航空機撃墜事件は民間航空機がブルガリア国防軍機によってブルガリアへの領空侵犯を理由に撃墜された事件である。ブルガリア政府は撃墜は航路逸脱による領空侵犯が原因であったとその正当性を主張したがその後遺憾を表明した。1955年7月27日イスラエル国営 LR 航空402便は イギリス・ロンドン発・オーストリア・ウィーン・経由、イスラエル・テルアビブ行きの航空の定期便として運航中であった。機材は、ロッキード・コンステレーションであった。ユーゴスラビアのベオグラード付近から東へ航路を逸脱し始めた。そのため、ブルガリア領空へ侵入し、スクランブル発進したブルガリア国防軍のミック -15、戦闘機に機によって攻撃された。攻撃による 出火のため不時着する場所を探して降下中の LR 航空機に3度目の攻撃が加えられて右翼が爆発し、午前7時40分にブルガリアペトリッチ上空で空中分解して墜落した。これにより乗員7名、乗客51名、計58名全員が犠牲になった。副操縦士はパルマッハのパルアビアを経てイスラエル空軍で活躍し、 退役後に、LR に入社していたピンハスベンポラットであった。撃墜事故に牲者の異例ヒースラエル側の調査団は、活発な雷雲の影響で、無線方向指示による広報装置に誤差が生じ、その指示からパイロットが予定よりも早く方向を変換したことが航路を逸脱した原因であるとした。また隣接するユーゴスラビアとギリシアからの目撃者は、 ブルガリア国防軍が必要に攻撃していたと証言しており、このことは機体の残骸に多数の弾痕があったことからも確認された。当初ブルガリア政府は国際監修に則っ,って領空を侵犯したエルアル機に対し警告した上で、パイロットが着陸を拒否したから撃墜したと正当性を主張したが、最終的には撃墜の判断を迂闊なものであったと認め遺憾を表明。 犠牲者の遺族に保証金を支払った。ありがとうございます。